透明容器の8分目まで水を入れます。魚の形をしたタレ瓶の蓋を外し、口の部分に六角ナットをはめ込みます。ナットが1つのタレ瓶と2つのタレ瓶を作ります。ナット1つのタレ瓶と2つのタレ瓶を水に浮かべます。どちらのタレ瓶も尾びれだけが水面から出るようにタレ瓶に水を入れます。2本のペットボトルに水を1杯まで入れ、水中で2種類のタレ瓶をそれぞれ入れてキャップをしっかり閉めます。それぞれのペットボトルを手で押したり離したりしてタレ瓶の動きを観察します。